アドルフ・ヒレミヒルは、ウィーン・ローマで活躍した、ハンガリーの画家。オーストリア・ハンガリー帝国のテメシュバールに生まれ、ローマで没した。元々のフルネームは、アドルフ・ヒルシュル。アドルフ・ヒルシュルは、ユダヤ系の家系で、当時ハンガリーだったテメシュバールに生まれた。幼少時にすでにウィーンに移り住んでおり、1874年から1882年まで、ウィーン美術アカデミーで学んだ。 3000クローネの奨学金を得て、エジプト経由の旅行をし、初めてローマを訪れ1882年から1884年の間滞在した。ウィーンの展覧会で数々の賞を獲得。1891年には皇帝賞、1898年には国家金賞も受賞した。1890年代にはウィーン美術家組合の一員である既婚女性、 イザベラ・アンリエット・ビクトーリ・アルストンと愛人関係になった。美貌の彼女は恋愛沙汰をいくつか起こしていた。この不倫関係は1898年に彼女が離婚し、ヒルシュルと結婚したことにより終止符が打たれた。二人は娘、マウトを設ける。事件をきっかけに、ビン美術家組合に腹を立てたヒルシュルは改めてハンガリーの市民権を受け入れ。 1899年に名をヒレミヒルに改めた。ウィンを離れてローマに移り住み、1904年から1908年にかけて芸術の愛好者展に参加した。ヒレミヒルは高い教養を持った歴史画家だった。クリムトが分離派を創立する以前から、両者は親しい関係にあった。しかし、クリムトとは反対にヒルシュルは アカデミーの絵画制作の方法を曲げなかった。歴史画家、カール・フォン・ピロティーに習って古代の神話や歴史に主題を取った大画面の歴史画を数多く制作した。アルプスを超えるハンニバルの新軍、ローマに攻め入るバンダル族やローマのペストがそれにあたる。これらの作品で世紀転換期に大きな成功を収めた。ローマでは 地中海の風景画や肖像画も制作している。ありがとうございます。